江干岳は長崎県佐世保市にある山。標高は568メートル。佐世保富士とも呼ばれ、佐世保を代表する山の一つでもある。山頂周辺部は下開国立公園に指定されている。佐賀県境にそびえる国見山を手法とする巨大な国見溶岩台地の南端部にあり、自身も噴火口を持っていたために二段構造になっている。 安山岩室の火山だが、南麓には、流門岩室の溶岩ドームも露出している。山頂付近には、噴石が飛び散り、山頂付近に遊びに来た子供は、多孔室の噴石を舐めると下に張り付くことからつばつけ、石と呼んで遊んだ。日、堺の溶岩ドームはよく目立ち、白竹町に移転した白竹神社は、当初へボシだけの山腹に開かれた。国見溶岩台地は、 侵食によって寸断されており、エボシは東に並ぶ隠居岳と共に産経をなす。北六は、愛浦川の侵食で、国見産経と分断される。西六は、エボシを源流とする佐世保川に沿うが、源流部は佐世保川の侵食のため南北に避けている。南六は佐世保湾にそのまま没する。エボシと隠居岳の間は、侵食による分断はなく、 尾根筋が続いている。尾根筋の最も低い満、馬腰の直下は、非、浮川上流の地滑り地帯となっている。旧石器時代、縄文時代の遺跡は数多くあるが、有史時代に人が出入りした記録は少なく、戦後に至るまで山腹、山頂部の開発は行われていない。しかし、森林の大多数は、新葉樹を中心とした人工林に切り替わっている。 特に北西部は山の田水現地に付随する水源管用保安林として厳重に管理されている。このように植物省は変化にとぼしいが山陸部まで住宅地、農地が迫るためにイノシシやイタチ、ヒジなどの野生動物に出くわすこともある。近年ではイノシシによる農作物の被害が増えている。また渡り鳥の渡りルート上にあり、親子池には ガンカモカの冬鳥が立ち寄る。山頂付近では赤原高の渡りも目撃できる。山頂からの夜景同士にある弓張り岳のような立派な展望所はないが、頂上はコンクリート製の階段などで整備されており、360度の眺望が開けている。佐世保市中心街や南部の廃棄地区、大村湾などを一望することができる。山頂の頂上から少し下ると、 風と星の広場という広場があり、市内の学校の遠足スポットとなっている。広場には日本初のワルツ曲と言われている美しき天然の歌火もある。昭和9年制定の旧佐世保紙歌冒頭、昭和27年制定の原子化3番の歌詞に絵星だけが読まれている。ちなみに弓りだけが高歌の歌詞に読み込まれている小中学校は4校に過ぎないが、 えぼし岳は、地元の山手小学校えぼし文校を除外しても19校にも及ぶ。7から8号目付近には、山頂の南側に宿泊学習や、自然体験活動などをすることができる、長崎県立佐世保青少年の展示、東側には、ゴーカーと、レーザーショット、ローラースケートなどができる、えぼし岳高原スポーツの里、西側には、テレビ、 ラジオの送信塔が立っており、長崎県北部のテレビジョン放送、FM 放送の電波送出の起点となっている。エボシだけに存在するレジャー施設は次の通り。山麓が険しく山頂が平原上という典型的な溶岩大地のため、登山道はいずれも福音が狭く、ヘアピンカーブが連続する険しい道である。山手町より、 田代町を経て山頂へと右回りに進むルートが主な道で西越えバスが路線を設定している。この道には、春日町から佐世保川沿いに山の民水現地を通過するルートが合流する。交通量が多いルートとしては、南独の寄付町から通信施設の傍らへと上るルート、黒上町から万丈越へ上り米筋の道を通ってバス路線に合流するルートが挙げられる。 この他にも、ゆず町から、下、宇とを経て、山を登るルートがあるが、道幅が狭いゆえ、あまり利用されない。ありがとうございます。